8月9日の前後の試合で様々な平和記念活動に取り組みます。長崎は世界をつなぐ優しい空と海をテーマにした水色の平和記念ユニフォーム。長崎のキックオフでゲームがスタートしました。前半右から左に攻める水色のユニフォームがビファーレン長崎。高さのある有田選手がいますので、はいはい、その位置に、ね、相手合わせるっていうのも面白いと思いますけどね。さあ長崎奪った、マルコス早い、1対1早い、さあ1人で行く、シュートは、いやよく触った、コースを狙ったが高際もよく手を出しました。さあどうするか、合わせてきました、高いヘディングユニズミ、クロスバーの上中ですかね、まあ、よく体を ね、はい、うん、ブロックしながらいい守備の対応だったと思いますし、まあ、井上選手もやはり高い、下田うまい、左足、うん、ゴール右側、最終ライン岩木がつないでいきます。高際を加わってのビルドアップ、前から行きます、いい奪い方、奪った澤田、奪った逆サイドにはファンバ、中央には殴ら、シュートっていった、後半は左から右に向かって攻める水色のユニフォームがビファーレン長崎。さあ中村はヘディング、今津だ、いや加藤ですかね、長崎サポーターの大きな大きな入れろコールな、ファーサイド、ライン上げたいですね、岩木は。ここは近くに入れていきました。そして増山戻ってきた。どうする？低いボール、グランダー。流れて上げていった。ヘディングはファンマー。外れた。ただ中には3枚入ってたので、ファンマ選手の背後、松田選手ですかね、に任してもシュートは打てたと思うんですけどね。ただよく加藤選手も判断を変えてね、中に。クロスを上げる選択しましたよね。そろそろ合ってくるか。今度はファーサイド、長いボール、うん、ぎょっと出した、触った、ファンマが書き出しました。最後ボールつながるか、ファンマが左サイドを切っていく、中村、中村前に送って桑崎、クロスが入れられるか、一人かわしたか、ここはゴールキックです。ここで試合終了。